6月10日、千賀滉大は、7イニングを投げて1失点自責点0に抑え、シーズン6勝目を挙げた。同じ日、藤浪晋太郎は、1対1で迎えた9回裏に登板し、無失点でイニングを終わらせた。10回表にアスレティックスが1点を挙げ、藤浪はシーズン3勝目を手にした。千賀と大谷のチーム最多勝は、順当なところだろう。メッツもエンジェルスも、先発後登板以上で防御率 3.50 未満の投手は他にはいない。一方、藤浪の防御率は先発とリリーフを問わず、アスレティックスで7登板以上の19人の中で最も高い。藤浪の白星は、すべてリリーフとして投げた試合だ。リリーフの15登板は、3勝を挙げて1敗しか喫していない。もっとも、先発16イニングの防御率 14.63 ほどではないものの、リリーフ 17.2 イニングの防御率も 8.15 と高い。また、登板時に塁上にいた総100人のうち、半数近い4人に生還されている。チーム最多勝投手。普通に活躍してて草。一桁になりそうやな。棚ぼたばっかりで草。チーム、魚を藤浪に勝ちの権利を。7回自責点0の千賀より注目される男。防御率なかなか減らねえの笑える。今の登板ペースイニングで全部0点で抑えて、今の大谷の防御率に追いつくかどうかレベルらしいからな。上がってきたな、2桁勝利いけるんちゃう？勝利数ランキング、3勝藤浪晋太郎、2勝ザック・ジャクソン、トレバー・メイ、1勝9人。防御率安定感なくなってきたな。順調に防御率減らしてきたな。シーズン終わる頃には1桁間近やわ。結局2桁やんけ。デッドボールアーティストなのが広まって打者もビビり始めてるのが効いてる。勝利数って欠陥しろすぎんか？先発の3勝と藤浪の3勝が同じ勝ちとは思えんのやが。その辺のチームで先発3勝するより、アスレチックスでの3勝の方が勝ちあるだろ。しっかり支給も稼いでるところが好感持てる。9回無失点3勝目防御率 1.23、もうこれエースやろ。幸運の置物やん。藤浪の記事には仕留めるって言葉使うのやめろ。なんか違う意味出てきちゃうだろ。